こんにちはって見える？こんにちはって言ってる。待っても、こんにちはって。すごいね、鼻息が荒い今日。すごい興味津々じゃん。読んでるよ多分。ちょっとねごめんね、みんな。お家にラテちゃんがお家に入ってるのは、出しちゃうと多分映ってくれないからね。ちゃんちゃん、結婚してくださいって言われてるよ。どうする？あ、いや。いやって。ラテちゃんいやって。まだね、いつだったかな、今年で2歳になるから、まだちょっとねそういうの分かんないんだって。そうだよね、かわいい。見てるよ。あ、そう、ハンモックと下にね、木とね、マットがある。そう、さっきまで寝てたからね。なんかすごい鼻水詰まってる。鼻水詰まってる音するけど。かわいい。見られてますよ皆さん、静かに見てる。ハンモックに自分に乗りますね。ここ好きじゃんね、くつろいでる時に乗ってる。ノルウェーちゃんフォレストキャットとヒマラヤのミックスです。かわいい。もう一回見ますか、近くで。あ、リップ倒れちゃった、気になるね。キョロキョロしてる。ヤッホーって、みんなヤッホーって言ってるよ。気になっちゃうね。どうしようって、どうしようって言ってる。かわいいね。昨日ラテちゃんが、昨日かわかんないけど、そう、いつも私この時間も自分のお部屋にいることが多いんですけど、昨日ね、なんかね、ラテちゃんがね、おもちゃ、おもちゃっていうのかな、そう、なんかブラッシングする、おもちゃじゃないか、ブラッシングするやつをちょっとかじっちゃって、ちょっと食べちゃったっぽくて、プラスチックの部分を。そう、ちょっとね危ないからね、食べちゃダメじゃん。食べちゃって、そう、体調崩してると良くないから、そのこもりしててって言われたから見てます。不思議、不思議って言ってる。顔がここにいるのが愛想ないね。ないね、もうね。あ、あくびしとる。かわいい、眠いね、寝ていいよ。かわいい。寝る体勢に入ったよ。眠いって、眠いよ。眠いててます、うん、お昼寝する時間なのかも。くつろいで、全然くつろいでる ね、 ね。いや、カホがいるところでもくつろいでくれるならね、安心ですね。ハートだって、あ、ハートハートがぽよよよよよよ。かわいい。
どうしたの？かわいいね。そう、生誕祭のグッズを考えようかなって思ったんですけど、それは今日の午後、もう午後だ、今日のまた夕方じゃないかな、夜何時ぐらいにしよう、夕方終わりぐらいの時間帯にもう一回配信するので、その時に考えようかなって思ってて、うん、夕方ってだってもう2時間ぐらいしたら夕方だもんね、だから、うん、それぐらいの時間に配信しようと思う。眠たいって。もう夕方ですか？夕方は4時から6時のイメージ、6時以降かな。どういう感じにしようかなっていうのは考えてます。めっちゃ見るじゃん。めっちゃ見るじゃん、カメラ目線するじゃん。うん、なので今からは何しようかな。寝れないって顔がここにあるね。かわいい、ラテちゃん。どうしたら、あ、映ってる。めっちゃコラ画像みたいになってるね。じゃんじゃん。夕方決めるのはデザインですね。もう完成させて出さないといけないので、プレゼントに猫ちゃん用のおもちゃありですかって。多分ね、だってじゃなくてね、うちのお母さんが喜ぶと思う。めちゃめちゃいっぱいあるんですけど、うちに。そうだから、それがね、お母さんが喜ぶと思う。イカちゃんとか、今は眠たいって。遊ぶ元気はあんまりないって。気になる。でもちゃんちゃん、その目の前に出されたら気になるよね。あとね、こういうね、段ボールのね、これも好きなんですよね。そう、こうやってチュン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 ってやって遊んでる、いつも。服は着ないですね。服ね、嫌いじゃんね。なんか身にまとわれるのがね、好きじゃないみたいです。細
細長いおもちゃとか、あとなんかこの、お、立った立った、立ち上がった、このね、イカちゃん、イカちゃんみたいなやつはなんか猫ちゃんが好きな匂いがついてるらしくて、よく顔こすりつけて、顔にはわからん、無臭。私のイカちゃんって、おもちゃしまっちゃったから、こっちに。眠たいって、眠いよね。あくびが止まらないみたい、眠たいみたいです。かわいい、かわいいって言われとるよ。眠いね。かほちゃんが遊んでもらってる。そうかもしれん。よく見とるじゃん。ん？かわいい。置物みたい。置物みたい。定期的に行ってるよね。トリミングと毎月病院もね、行ってね。検査室も。検査、体重測ってる？体重測って、いつもね、そう。めっちゃ見られとる。泣いた。なぜ今更？ね、見たいアニメがなかった。見たいアニメがなかったっていうのと、ジョジョはね、見たかったんですよね、ずっと。でも一部があんまり好きじゃなくて、あんまり好きじゃなくてっていうか、あんまりハマらなくて、途中で見るのやめちゃったから。そう、アニメの14話です。ジョジョの4部の14話見てます。はい。カラス泣いてるね。ジョジョの映画苦手。まあ確かにいますよね。あ、そう、岸辺露伴です。今スタンドが好きですね。仮面だったから一部は。ちょっとそれはあれだったかも。うん、猫が可愛いって言われてるよ。可愛いって。可愛いって。ちょっと今日むくんでる？ちょっと今日むくんでるね、顔。ごめん、ごめんって。ちょっと今日むくんでるって。ガウンちょっと今日むくんでる。チーンって知ってる。起きたばっかだもんね。かわいいよ。かわいい。ガも今日ちょっとね、映りがね、あんま良くないんですよ。光のせい？なんかあんまね、良くなくて。むくんでるって言われたから後ろ見ちゃったのかな。景色が見えん。
にゃんにゃん。こっち見て、景色見えんよ。キャットタワーはあっちの部屋にあるんですよ。和室にあります。湿度はね、どれくらいだろう。タワー登ってるとかあんま見んかも。こっち登ってます。ここね、台になってるんですけど、3段で、この上もあるんですけど、今日顔立つ、今立つとさ、スウェットだからさ、あれなんだよね、超モコモコしてる。あ、ごめん、揺らした。こんな感じです。よくここで寝とる、この白いモフモフのところね。ーラテチーン、映ってる？じゃーん、映ってるかな。よいしょ。カーテンレールの上、カーテン登ったことないね。運動神経悪いもんね。カオと一緒で運動神経悪いんですよね。かわいい、かわいいです。出たがらない。うん、なんか一応あれなんですよ、平日の家族がお仕事に行ってる時間帯はあんまり出さないようにしてて、も最初からなんかその時間も出してると、そのいつも出れるのに出れないってなって出たがっちゃうから、そう、出れないことが悲しいって思っちゃうから、あんまりそう思わないようにいつも出れる時間帯を決めてて、だから今あんまり出たいってならないんだよね。お利口さんなんですよ、ちゃんと理解してる。そう、でもご飯食べたい時は泣くけど、うん、そう、だからいつも夜の10時とか11時になると眠たいって顔してる。鼻真っ赤にしてる、いつも眠い眠いって。眠いね、今も眠いの、眠いの、眠いの。眠いって、カホもちょっと眠い。たくさん寝たけど、そう、インドア、インドアです。たてちゃんも、かわいい。カホがね、このねラテちゃんのお家の前に長時間座ってることってあんまないから気になっちゃうんだよね。いいよ、寝てて、寝てていいよ、ごめんね。そう、なんかいつもと違うとか、あとうるさい人間が近くにずっといると気になっちゃってね、多分寝れないんだと思う。
ね、妨害しないようにしないとですね。ね、猫ちゃんはそう飽きないですよね、見てて。あれ作ろうと思ったんだって。なんか、この、ああ、気になる、見たい？あ、見たくない。この画像を、あの、握手会？握手会じゃない、現地でトーク会のコヨッチフラゲの画像を昨日の夜、昨日の夜、朝、昨日の夜作ったんですけど、違うバージョンも作ろうかなと思って、そうそうそう、ちょっと作るのハマっちゃった。見る？あ、そう、ラテちゃんにね、この猫用のゲームがあるんですけど、映んないね。あ、そう、この猫用のねゲームがあるんですけど、遊んでくれないの、カホの顔見るの、いつもカホの顔見るの、ね、猫じゃないんだね、人間だ、きっと人間なんだ。で、あのそうそうそう、画像をね作ろうと思って、2つ目の画像、何がいいかな、何の画像で作ってほしいですか。あ、でもね、昨日テレビニュース見てるよね、よく。何で作ろうかな、ちっちゃい頃の画像とか、あ、ドーナツ、ラテちゃんの画像で作ってって言われてるよ。これとか、あ、これとかどうですか。あ、カーテンが反射している、これあり、この画像はあり、微妙って顔してる。じゃあどの画像がいいの、もっと可愛いやつがいいの。微妙って言われちゃった。あー、これ可愛いかも。この辺とかはだ。おおおおお。この辺は別にいいんだ。じゃあ、どっちがいいかな。これどう？これかわいいんじゃない？じゃーん、これかわいい、あ、カーテンが反射している、これかわいくない？これかわいいと思う、あ、かわいい、かわいいって思う、自分でもかわいいって。じゃあこれにいい、これトーク会の画像になっちゃうけどいい？可愛いからいっか。
にちがね怪しいのでね、日にちを入れますね。まさかたてちゃんので作るとは思わなかったけど、2月の間違えた、21、愛知スカイキスポって知ってる？知ってる？知らんか。あーい、去年できたんだっけ？愛知スカイキスポって、エキスポ、あ、間違えちゃったオッケー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 。で3月の1日、うん、マクハリラテンシンのトーク会行きたいって、一昨年か、一昨年なんだ。どこか行きたいって、お、目がキラキラしている、行きたいって言われてるよ、うん、なっちゃんはチーム E です。E の指で切るもんね、この間やっとったね。やはり、あ、間違えた、メッセ、なでさんは押しま試験使えますかって、使える、使えんて使えんて、あ、そっか、去年一昨年か、まだ2020年の気分だった、やだ。34も幕張メッセですね。幕張メッセ、おっと、これで字体は何がいい？あ、ごめん、ゲージに当たった、この字体でいいですか？あ、ダメ、これ見にくいか、ここら辺は使えないっぽい、使えないっぽいんだけど、可愛いのがいいよね。うん、ここに置いてみて、あ、これ可愛いんじゃない、あれ、OK 出ました、これ可愛いって、これと、あ、間違えた、いいんじゃない？ちょっとまだね、真剣だから。字体は何色？白かい？ひらがな？ひらがながいい？カタカナがいい？英語がいい？なんでもいいの？ね、そうだよね、固まってますね、へってへって思って固まってる。続き入れます。4月、可
可愛いね、フォントがやっぱ好きみたいです。あ、動き出した、動き出した。京都パルスプラザ、京都パルス、パルスプラザ。このねキーボードがねあれなんですよ。京都買いました。京都、京都何着よっかな。ねえ、ひらがなでいいやつあればね。このタッチペンがねどっか行っちゃったんですよ。だからさ、ちょっと困ってる。あ、ち、スカイ、エキスポ、あ、エズポになっちゃった。エキスポ、5月の1、あ、間違えた、2。パソコンのキーボードがやっぱりね。苦手でね、なんでそんな顔で見るの、なんでそんな顔で見るの。愛知、愛知、スカイ、エキスポ、寝かせろって言ってるの？で？ああ、そっか。こういううち。難しいね。やっぱさ、ちょっと縦にするね。一旦こんな感じです。うん。マネージャーさんから電話かかってきたけど、どうしよう。こっちの配信してる携帯だ。一旦配信切った方がいいかな。一旦配信を切った方がいいかな。
そう、こっちのね、こっちの携帯だと電話できないんですよね。こっちじゃないと電話できないので、一旦配信切ります。一旦切りますね。2分後ぐらいに戻ってくるので、まだここで待っててください。待っててね。ちょっと待っててね。